the most fundamental question about Buddha or Siddhartha Gautama is about his or her sex. Is he or is she a male or a female? Buddha, つまり Siddhartha Gautama の最大の謎は、つまりブッダと呼ばれているその方が男性なのか女性なのかということです。ブッダは本当に男性だったのでしょうかということなんですね。広島市 MMS City Japanブッダは男性なのか女性なのかということですけれども、その結論を引き出すためにですね、続く2本の動画をどうかご覧になってください。つまりブッダ2人説とブッダ両性具有説です。ではまた後で。Buddha theory by Hiroshi Hayashi. One is Father Buddha or Suddhartha Gautama, and another one is Son Buddha or Siddhartha Gautama. Father Buddha found the base of Buddhism, and his son followed his father and succeeded his father's teaching. Here is its evidence and proof.ブッダは二人いました。父親のスッダーナと息子のシッダルタです。父親のスッダーナが仏教を起こし、息子のシッダルタが父親の教えを広めました。順にその証拠をお見せし、ここでそれを証明します。広志林市 MMS City Japanから、もう一度ブッダの啓示について話します。ゾロアスター教です。当初はマギ教と呼ばれていたようですけども、ゾロアスターが広めたのでゾロアスター教と呼ばれるようになりました。ゾロアスター、またの名をザラスストラと言います。マギです。最高位の神官でした。そしてもう一人最高位の神官がいました。それがスッダーナ・ゴータマです、ペルセポリスの碑文にその証拠が残っています。マギが固有名詞であるとするならば、ゾラスターイコールスッダーナ・ゴータマということになります。そのスッダーナはペルシャを追われて現在のルンビニへ逃げてきます。そこでマヤンと結婚し、息子のシッダルタ・ゴータマが生まれます。でゾラスター教の出身はアナヒータです。そのアナヒータが諸女解体によって設けた子供がミトラ、またの名を弥勒菩薩と言います。スッダーナ・ゴータマイコールゾラスター説 by 林浩司ということになります。その証拠に、この苦行中のブッダと言われている像の下にはゾラスター教の神事の様子が描かれています。中央に火を掲げ、そして左右に僧らしき人物が何やら神事を行っています。これはまさしくゾラスター教の神事ということになります。なぜならばスッダーナ・ゴータマイコールゾラスターということになるからです。これが第一の理由です。つまりここに表現されているブッダ
ッダはですね、私たちがブッダと呼んでいるブッダではなくて、ブッダの父親のストダーナ・ゴータマということになります。ペルシャではストダーナ・ゴーマタと言われていました。最も古いブッダ像と言われているのはこの絵です。ハーベイ・クラフトが辞書の中で紹介しています。で、この周りを見てください。降臨のように描かれていますが、これは何かということですね。注意深くご覧ください。ここにはやはり同じく松明の様子が表現されています。つまりブッダの周りをゾラスター教の火が囲んでいることになります。右がテルン、欧州原子核機構の、まあ、これは芝像の周りを飾っている降臨ということになります。で、右がゾラスター教の火ということになります。この両者を見比べてみるとですね、ポーズ、姿が同じであるという点です。つまりここに表現されているブッダは、いわゆる私たちが知っている、あるいはブッダと呼んでいるその方ではなくて、父親のストダーナ・ガウタマであるということになります。もう一度確認してください。左下がインド政府がサーン・ケルンに送ったシバ神の像です。その周りにもやはり火・松明が表現されています。こうして天と天に位置する神々が線でつながれていきます。アインシュタインが言っているように、偶然というのは神々が匿名で行う行為のことであるということになります。つまり神々はこのような形で私たちに証拠を残してくれたということになります。火の形が同じである点に注意してください。シュパ神も何らかの形でゾラスター教と関係していたということになります。あるいはシュパ神イコールミトラということになります。バイ林博士説です。で、話を先に進めます。苦行中のブッダと言われている像です。ブッダは29歳の時に出家し、6年間苦行に苦行を重ねます。ということは、この苦行中のブッダはですね、少なくとも35歳以前のブッダということになります。従来説に従うとそういうことになります。右が東京国立博物館に所蔵されている釈迦立像です。見比べてみてください。ガンダーラ仏です。どちらが若くて、どちらが年老いているか、もう一度皆さん自身の目で判断してください。左は少なくとも35歳以前のブッダ、右は悟りを開いてからのブッダということになります。年齢があべこべになっています。が、証拠はこれだけではありません。続く動画の中でそれを説明します。It is commonly explained that Prince Siddhartha was in deep meditation for 3 months and he was reduced to skeleton as you see here with these statues under the name of Buddha in hunger. Is he really Buddha himself? I, Hiroshi Hayashi, reckon that this is Buddha's father, Stodana Gautama, who was fromBabylon. That is why you can see a divine service of Zoroastrianism on its pedestal. Stodana Gautama was Magi, or the stargazer, who could talk with God in Zoroastrianism. よく知られた苦行中のブッダ像と呼ばれている像です。ブッダは3ヶ月の瞑想をし、このように痩せ細ったと
一般には説明されていますが、本当にそうでしょうか。私林浩司は一般に苦行中のブッダ像として紹介されているこの像はブッダの父親のストダーナ・ゴータマであると判断しています。その証拠の一つに、その台座のところにゾロアスター教の神事の様子が彫刻されているからです。広志林浜松セティビジャペン。ではもう一度最初から説明します。ゾロアスター教のシンボルマークです。松明の火の数が7本になっている点にも注意してくださいが、これは今日のポイントではありません。この像が一般には苦行中のブッダとして紹介されている像です。ガリガリに痩せています。ブッダは3ヶ月の瞑想の過程でこのようになったと一般には説明されていますが、その台座のところにも注意してください。この台座のところです。そこには松明を囲んで僧たちが何やら神事をしている様子が表現されています。そうです、これはゾロアスター教の神事そのものだということです。もしこの像がブッダであるならば、つまりネパールで生まれ育ったブッダであるならば、どうして台座のところにゾロアスター教の神事の様子が表現されているかということになります。他にもいろいろ理由がありますが、ともかくもこの像を見る限り、これはブッダではなくてブッダの父親のストダーナ・ゴータマと考える方が私は自然と考えています。つまりブッダは2人いたということです。父親のストダーナ・ゴータマと、そしてその息子のシッダルタ・ゴータマです。シッダルタ・ゴータマという名前はハーベイ・クラフト氏の本によれば、セタ・アルタ・ゴータマ、すなわち宇宙の真理の解放者を意味するペルシャの言葉の音訳ということになります。そしてストダーナ・ゴータマはゾロアスター教においては最高位の位にあったスターゲーザー、つまりマギの地位にいました。そのスターゲーザーであったマギのストダーナ・ゴータマはダリウスに追われて現在のネパールの周辺に逃げてきたものと私林浩司は考えています。つまりストダーナ・ゴータマが仏教を起こし、そしてその息子のシッダルタ・ゴータマが仏教を広めたというわけです。ブッダ二人説ということになります。What is common sense for human beings? If I say here that the earth is flat, you may say it's ridiculous. But if I say that the earth is round to the people of 1,000 years ago, they may also say it's ridiculous. Because it is our and their common sense.Then common sense is a shared knowledge as well as a shared ignorance of a collective. That is why Albert Einstein writes that common sense is a collection of prejudices acquired by age 18. Or common sense is what tells us the earth is flat, as Richard Tisch writes in his book Language and Thought and Action. Here in this videoI sincerely would like to ask you if you are really convinced that Buddha was a man or a male. Before you say it's ridiculous, please give me 20 minutes to share. After 20 minutes, you may feel something changing very rapidly in your mind
and heart. 人間にとって常識とは何でしょうか？もし今、私がここで地球は平らだと言ったら、あなたは馬鹿げていると言うでしょう。がもし私が今、千年前の人たちに地球は丸いと言ったらどうでしょうか？その人たちもまた馬鹿げていると言うでしょう。それが私たちの、そして彼らの常識だからです。つまり、常識というのは大衆が持っている無知、あるいは知識によって作られるものだということです。だから、あのアルバート・アインシュタインはこう書いたのです。常識などというものは、その人が18歳の時までに持った偏見の塊である、と。あるいは、スチュワート・チェイスという言語学者が書いているように、常識などというものはね、地球が平らだというようなものだよ、ということになるのかもしれません。で、この動画の中で、私は皆さんに、こう問いかけてみます。あのブッダは、本当に男、つまり、男性であったのか、と。馬鹿げている、という前に、20分だけ私に時間をくださいませんか？ 20 分後にあなたはあなたの心の中で一つの常識が崩れ去っていくのを感じるかもしれませんよ。広し林浜祭りジャパン。では画面を見ながら説明します。この像はですね、現在東京国立博物館に展示されています、釈迦立像です。ガンダール仏ですけども、大変完成度の高い仏像ということになります。で、この仏像について今日は焦点を当てて考えてみたいと思うんですけども、この、釈迦立像がですね、本当に、男性なのかということなんですね。見た感じ、どこか子供っぽいと言いますか、どこか女性らしさを残している像だということになります。で、この像を手がかりにですね、ブッダは本当に男性、つまり男であったのかということなんです。で、ブッダのですね、外見的、つまり身体的な特徴を表している、経典にですね、32層経というのがあります。パーリ語で書かれた、原始仏教典の一つということになります。で、その中に、いろんなブッダの特徴が書かれているんですけども、高綾818さんという方からですね、こんな情報をいただいたわけです。ブッダはですね、日常的には、弾痕ペニスをですね、体の中にしまっていたと。そういうことなんですね。ってな感じですね。で、調べてみました。で、32層経の中にそういったところがありました。で、その10番目にそれがあったわけですけどもね。で、私が皆さんに紹介しているのは、その32層経の1番から9番までの部分ですけども、ブッダのこうした特徴がある、には、こうした特徴があると。そしてそうした特徴がですね、今まで私が調べてきたいろんな、なんて言いますか、事実と符合しているっていうことをこの中で紹介しました。11番目以降はですね、興味のある方は、この数日中に作りました動画の方をどうかご覧になってください。で、今4番目ですけども、明日、いわゆるこの歩行補助装置をつけていたってことも、これ、林博士ですけども、その足がペラペラであったとか、扁平足であったとかってことは、こういうふうに、書いてあるわけです。手にはヒレがあったとか、そういうことが書いてあるわけですね。で、なぜその、高綾818さんの情報がですね、大変私に大きな衝撃を与えたかというとですね、ギリシャ彫刻の中にはですね、上半身って言いますか、全体がですね、女性の体で、体ではあるんだけども、男のペニスがですね、ついてるものがついてるっていうのが、何体、私が調べた範囲でも10体前後あるわけですね。で、その中でもですね、中にはですね、そのペニスの部分が、折れたような状態になっているのもいくつかあるわけです。で、私はそれは折れたというふうに判断していたわけです。出っ張ってますからね。折れる可能性があるわけですね。何かの衝撃でね。で、折れたんだというふうに判断してたんですけども、今回、高綾818さんのからの情報によりますとですね、ブッダの話だけどね、ブッダは、自分のペニスを、日常的には、自分の体の中にしまっていたと。そういうことが分かったわけです。となりますと、ギリシャ彫刻に話を戻しますと、ペニスのある女性像があるわけですけども、そうしたそのペニスの中でも折れたような状態になっているんだけども、それは折れたのではなくて、ひょっとしたら体の中にしまっているんじゃないかということになってきたわけです。で、調べ直してみましたら、このような状態なんですね。で、これは10番目ですけども、ペニス、ブッダはですね、日常的にはペニスの中にしまっていたと。で、これについてイタリアの研究家の方から連絡がありましてね、鞘に入れていたという表現の方がいいんじゃないかというふうに、意見をいただきました。で、これ見てみますとですね、折れたような状態じゃないんですね。で、
ひょっとしたら、ブッダの32相教の中に表現されているようにですね、ペニスを、まあ、しまっていた。あるいは、イタリアの研究者の方が言うように、鞘の中にしまっていた、ではないかということになってきたわけです。で、まあ、ここで大きな軌道修正と言いますかね、折れたのではなくて、下の方に、溝がありますからね、これと同じのがまた後で紹介します。というのが分かってきたわけです。で、ここで出てくるのがミロのヴィーナスなんですね。どうしてまあ釈迦流像とミロのヴィーナスかと言いますとですね、釈迦流像とまあミロのヴィーナスとはですね、髪の毛のパターンが全く同じなんです。で、この今右の方が釈迦流像ですけども、これ横伸ばししています。ちょうど 120% 横伸ばししてみました。しますとですね、この形がミロのヴィーナスの形と一致するとは言いませんけれども、ほとんど同じであること、同じであることを私は発見しました。まあ皆さんもご覧になっていただくとわかりますように、まあ特にこの口の形がよく似てるんですね。そしてその、まあ鼻の付け根の感じなんかそうですね。で、顎の下の表現。ただ右の方は影がありますからちょっと見にくいんですけども、まあ私は大変よく似ているというレベルを超えて、同じっていうところまでいかないけど、いきませんけども、まあそれに近い状態であると思います。目はね、左の方は、ヴィーナスの方は目を開いてます。右の方は、半か、目を半分閉じてますね。ですからそういった違いで、ちょっと違って見えるかもしれませんけども、まあ、なんて言いますか、部分的に、まあ、横の場所、左の場所を作られたのが、右の方ではないかというふうに考えています。で、まあ、ガンダーブスと、このミロのヴィーナスの関係をまず皆さんに知っていただきたいのはですね、いわゆる、まあ、なんて言いますか、ブッダのその32相教に書かれている、まあ、内容とですね、ギリシャ彫刻が繋がるということになりますと、ここで、ガンダーラブスと、まあ、ギリシャ彫刻が繋がるということにもなるわけです。特にこの口の部分なんかは、本当に同じと言ったらいいんでしょうかね。まあ、全く、まあ、一とは言いませんけど、同じというふうに私は判断しました。で、そのことはですね、私は以前もこれが3年以上前なんですよ、これね。ガンダーラブス、それからミロのヴィーナスの、まあ、釈迦流像ですね、特に髪の毛を見ていたときに同じであることに気がつきました。ただ、いわゆるまあ、ガンダーラブスの方はですね、やや交代した位置から髪の毛がスタートしているということです。で、ミロのヴィーナスの方は前の方の部分がですね、まあ、ガンダーラブスよりも長いということですね。ですから、額のがちょっと狭く感じますでしょ。その部分だけ、ちょっと精査の仕方が難しかったんですけども、こうして一本一本髪の毛を辿ってみますと、数、位置、同じなんで、ただ、細い、太いのバリエーションを書いてありますけども、数、位置、曲がり方は同じだということが分かりました。で、ここが今日のポイントということになりますから、まあ、これ3年前に作った動画から、こうして拾い出してみました。ですから、まあ、それ以後ね、何度もいろんな角度から精査していますので、興味のある方はまた私の動画のそのあたりまで、遡って見ていただけたら嬉しいと思います。で、いくつかの違いありますね。例えば耳のあるなしで、右の竜像の方は髪の毛が耳の裏側に回ってますし、左のミロのヴィーナスは髪の毛が上に出てますね。それからウェーブの描き方も5本あるんですけども、5本側面に、1つの側面にね、5本のウェーブがありますけども、ここですね、全く同じだということです。ただ団子の位置がですね、上と、それから団子、髪の毛の団子ね、竜像の方は上についてますけど、ヴィーナスの方は、後頭部についていると。まあそういった違いありますけども、ここでよく見ていただきたいと思いますけども、同じなんですね。同じものは同じということなんですね。で、こういった質問をですね、ある、まあ、方に、博物館の方に、ぶつけましたらですね、まあ当時は師匠というのがいて、そして弟子たちは同じように作ったんだっていうふうに、まあ説明してございましたけども、ギリシャとガンダーラですよ。それから まあ真似しなくても良いような部分なんですね。そして、共にですね、一本の髪の毛がですね、後頭部に向かうにつれて、途中で分かれていくわけですね。そして、分かれて、まあ、後頭部に行くわけですけども、その分かれ方も一致していると。まあ、ちょっと分かりますかね。ちょっとここでは見にくいかもしれませんけども、5本のウェーブがかかっています。縦にね。それも同じだということです。そして、耳の、いわゆるまあ、いわゆる、ところですね。耳の近くの髪の毛なんか見ていただきたいんですけども、全く同じように流れているということなんですね。で、これはもう偶然の人はもう言えませんね。言えないということはもう、ここまで真似る必要はないわけですからね。また、真似られるはずがないわけですね。一方はミロですからね。右の方はガンダーラブですからね。で、こうして比較していきますと、ガンダーラブと、それから、ギリシャ彫刻っていうのは関係性がわかるわけです。で、一般的には、ガンダーラブっていうのはギリシャ彫刻の影響を受けて作られた仏像であるというふうに言われてますけども、これは影響を受けたというレベルをはるかに超えてるわけですね。で、まあ、こうして一本一本精査してみました。で、これらが同じように、まあ、彫られているということがわかりました。
ということから、ガンダーラ仏と、ミャルマギリシャ彫刻の関係性は、今から3年ほど前に私は、把握してました。で、ここにはちょっと右の方は横の場合したんですけどもね。まあ、よく似てるっていうレベルを超えて、大変よく似てるってことです。ということになりますと、そこ、ここでですね、ガンダーラ仏、なわち、ブッダの、まあ、なんて言いますか、32相経に書かれているようにですね、まあ、ブッダはですね、日常的には弾痕ペニスをですね、体の中にしまい込んでいたってことになってきますとですね、じゃあギリシャ彫刻はどうなのかってことになるわけです。そう見ますと、その、今皆さん見ていただいている、向かって左のこのミロのヴィーナスは、これは弾痕がついてるんですよ。そのミロのヴィーナスと同じ、いわゆるまあ、彫刻がですね、二つ見つかっています。特にその中の一つのね、ベルガムで見つかった、その像はですね、ミロのヴィーナスと全く同じなんですね。ただ、ややポーズが違います。これはギリシャ彫刻の常なんですけども、やや、まあ、ポーズが違うと言いますか、わずかな時間差を置いてデータを取ったということになるわけですね。もちろん、3D コンピューティングで作られた、いわゆるまあ、スカレットテクノロジーで作られた、彫刻ということになります。で、まあ、ここで繰り返し、髪の毛を、称号しているのはですね、まあ、このカンダーラ仏と、いわゆるまあ、ミロのヴィーナスのギリシャ彫刻とがですね、一致しているということを皆さんに分かっていただきたいからです。もっと分かりやすく言えばですね、髪の毛というのはですね、いわゆるまあ、3D コンピューティングテクノロジーでも作りにくいんですね。ですから、まあ、細いですからね。ですから、後からデータをくっつけるんですけども、そのデータの使い回しをガンダーラと、そして、ギリシャで行っていたということになります。そして、先ほどちょっと称号しましたように、顔も大変よく似ているということなんですね。その間を見てくれたのが32相経と、そして、まあ、ギリシャ彫刻の中で、体は女性なんだけども、いわゆるまあ、ペニスのついている、像があるということなんですね。それが、まあ、繋いでくれたということになります。しかもその、ペニスのついたそのギリシャ彫刻はですね、まあ、折れたのではなくて、まあ、これが、まあ、ベルガムで見つかった、像ですけどもね。で、まあ、右の方を見ていただくとわかりますように、こうして、まあ、体は女性なんだけども、あれがついてるという像がいくつかあるわけです。そして、左の二つなんかはこれ、折れたような状態になってますね。そして、この、私たちがミロのヴィーナスと言われてる、言ってる、まあ、像なんですけども、この像とベルガムで見つかったその像が一致するということなんです。ただ、ほんのわずかだけ動きがあります。で、まあ、こうした像も現に残ってるわけですね。こうした像があるもんですから、私は折れたんだというふうに判断しましたけども、向かって左の二つはですね、折れたんではなくて、どうも中に引っ込んでるのを表現してやるというふうになったわけです。で、まあ、こうしたとこ、まあ、みんな腰巻きをね、巻いてるところは似てるとか、まあ、いろいろ類似点もあるわけですけどもね。で、まあ、ミロのヴィーナスは、これは、まあね、まあ一応女性ということで今までずっとそういった常識がですね、私たちを支配していましたけど、これはもう女性ではない。特にこの左のベルガマで見つかった像と、それから右のミロのヴィーナスを比べていただくとわかりますように、まあ微妙なラインと言いますかね、腰のラインまで同じだということです。で、体についてる傷まで同じだということですね。で、繰り返しになりますけども、ややポーズが違うのは、まあデータを取るときにですね、わずかな時間差があったからだというふうに林氏は判断しました。まあ、そのように判断してね、ギリシャ彫刻はコンピューターで作られた、いわゆる立体彫刻であるというふうに判断したわけです。まあ、立体彫刻と言いますかね、それ神々の歴史をですね、彫刻という形で表現した立体、まあ、歴史書であると林浩司は判断したわけです。まあ、こうして部分的に見ていきますと、違いを探すことがまずできませんね。まあ、皆さん自身で確認してください。そしてこの腰のボディラインですね。これがですね、まあ、こちらから見ても同じだということですね。そして、ベルガマのその像の方にはついてるものはついてるんだけど、私これね、折れたんだというふうに、まあ、先入観で考えたんですけども、これ折れてないんですね。先ほどお見せしました像と後で比べてみますけども、まあ、全く同じ形をしてるわけです。で、腰巻きは右の方は下がってて、左の方は腰巻きが上がってるわけですね。まあ、ですからまあ、女性だと思い込んでたわけですけども、左のミロルビーネスはこれは、まあ、いわゆるものなんて言いますか、女性ではないと、ヴィーナスではないと、アフロディティではないということですね。で、アフロディティとヘルメスの息子のハーマフロディティとなったんですけども、そうなりますと、いわゆるそのペニスについた像があまりにも多すぎるわけですね。そうなりますと、みんなハーマフロディティかとなりますと、そうもそうもたくさんね、ハーマフロディティを作るわけがないわけですから、まあそうではなくて、ギリシャ彫刻の、まあ、女性像はですね、みんなこうしたものをついていたというふうに、林氏は判断しました。ただ、ローマンコピーの方はですね、みんなローマでコピーされる段階で削り取られたと、やはり林博士は判断しました。まあ、all by 林博士ということになります。で、こうして比べてみますと、左のミロのヴィーナスと、それからベルガマの像とはですね、同じ、すなわち、この弾痕がついていたということになりますね。そして、一番右のですね、シャカリュー像へと話が進んでいくわけです。で、どうしてシャカリュー像かと言いますと、その間が埋まらなかったんですけども、それを埋めてくれたのが、33、
三十二相教ということになります。で、三十二相教の方にはですね、ブッダはペニスをしまい込んでいたというふうに書いてあるわけですね。で、中央の像を調べてみますと、これ折れたというよりも、中に引っ込んでいる様子がこれで分かっていただけると思います。折れたなら折れたような様子になっているんですよ。そうした様子は見られないんですね。で、この、まあ、ペニスとですね、先ほどお見せしました、右の像のペニスと比較してみますと、これはよく似ているというレベルを超えて同じなんですね。注意深くご覧くださいね、皆さん。はい。その、まあ、なんて言いますか、溝のようなものがありますね、下にね。そして、折れ方も、折れ方じゃ折れてないんですけどもね、これはペニスを引っ込んでいるところを表現したもので、のではないかということになってきたわけです。となりますと、いわゆるまあ、ブッダのペニスはですね、体の中に引っ込んでいたということが、ギリシャ彫刻の方で、証明されたということになります。そして、ギリシャ彫刻とガンダーラプスの関係は、ミロのヴィーナスと釈迦流像の関係を調べ、先ほど今紹介しましたよね、髪の毛なんかを見ていただくと、それがわかるということになります。そして、この32相教というのは、パーリ語で書かれた原始経典の一つということになりますからね、出典は明らかでますかね。後に、まあ、例えば中国なんかで捏造された経典ではないということですね。で、まあ、ギリシャ彫刻の方では、ね、男性、体が男性の像もあるわけですね。で、そういった男性はですね、こうした、まあ、使い物にならないような子供の、言ってますか、幼児のそれを持っているわけです。で、女性像の方はですね、また一方こうしたものを持っている。すなわち、ギリシャ彫刻ではですね、男女というふうに分けていましたけれども、男女と分けるんじゃなくて、みんな両性偶有でですね、男っぽい体の人は、幼児のようなチンチンを持っているし、チンチンなんて言ってしまいましたね。で、まあ、その女性っぽい体の人は、まあ、チンチンを体の中に引っ込めているというふうになってきたわけです。で、こういう流れと、そして先ほども繰り返しになりますけど、32相教に書かれているようにですね、ブッダのチンチンはですね、体の中に引っ込んでいたってことで繋げ合わせますと、どうも、その、なんて言いますか、ギリシャ彫刻で表現されている、彫刻とセグラカンダーラで表現されている、まあ、ブッダで表現されている彫刻の間に、こうして、まあ、相関性と言いますか、連続性と言いますか、繋げ合わせができてきたということになります。高彩さん、88さん、どうもありがとうございました。これでですね、まあ、物的証拠といいますか、文書として、このガンダーラ仏とそれからギリシャ彫刻が繋がっていったということを言い換えますと、一番右のこの釈迦流像に関して言えばですね、どうもこの人は男ではないということになります。まあ、だからといってね、ブッダが女性ということ、子供では言い切れませんけども、その可能性は大変出てきたということですね。まあ、いわゆるこれらの彫刻がですね、まあ、私たちが神々と呼ぶエイリアンで作られたということですからね。ですからそういった視点で見ますと、まあ、そういった意味のある彫刻を作ったということになるのではないでしょうか。すなわち、まあ、エイリアンはですね、こういう形で、ブッダというのは女性だったんだよということを私たちに示しているということですね。そういった視点で、もう一度この釈迦流像を見ていただくとわかりますように、まあ、これは男性の体とはちょっと言い難いんですね。非常に丸みを帯びた、まあ、いわゆるまあ、可愛い少女のような体をしているということになります。で、結論ということになります。私たちがブッダと呼んでいるその方は、本当に男性だったのでしょうか。それとも女性だったのでしょうか。しかし、こうした事実を並べて考えてみるとですね、ブッダが男性だったというふうに断言することの方が無理ということになるのではないでしょうか。つまり女性に近かったイコールこの段階ではブッダは女性だったと結論付けても良いということになるのではないでしょうか。まあ、もっとも神々の世界ですからもともと無性であったわけです。父親のツトーダーナ・ゴータマは神官の中でも最高位のマギ、つまり半神半人のデミゴッドでした。ですからそのストダナゴータマと人間マヤンの間に生まれたブッダなる人物は、つまりは3分の2ハイブリッド種、つまり神に近い方であったわけです。ですから男性女性と分けて考えることの方が無理ということになるわけですけれども、古代の神々は女性系が中心でした。まあ、それについての動画は別のところで発表しましたので、どうかそちらをご覧になってください。で、結論ということになりますが、ブッダは女性だった。
と考える方が正しいということになります。その証拠はということは皆さんの印象の中にあるのではないかと思います。ブッダの顔をもう一度見てください。女性顔なのか、それとも男性顔なのか、あるいはまた中性顔なのでしょうか。後の判断は皆さんにお任せします。Deva means heavenly divine, anything of excellence, and is also one of the terms for a deity in Hinduism. Deva is masculine, and the related feminine equivalent is Devi. アーリア人のインド・イラン共通の時代には、アスラとデーバは共に神を意味したが、彼らが別れて定住してからはインドではアスラが悪神をデーバが全身を意味するようになり、イランではアスラはゾロアスター教の主神アフラーマズダーとなったと言われています。広志林浜祭りジャパン。イタリアローマ在住のニコジェラルディさんからこんな報告が届いています。ブッダというのはインドのデーバ神のことではないかと、そしてその証拠らしきものが見つかったと。今ご覧いただいているのがその証拠らしいと言いますか、ガンダーラ仏ということになります。ここに表現されているのはデーバではないかと。もっとも本家のガンダーラではブッダ像ということになっていますが、これは本当にブッダ像なのでしょうか。あるいは本当にブッダ像ということであるならば、私はブッダの父親のストダーナ・ガウタマ像ではないかと考えていますが、それは今日のポイントではありません。このブッダ像なるもの、あるいはデーバ像でもいいわけですけども、目が普通ではありません。目に注意してください。三星堆遺跡の発掘物、そしてこのガンダーラ仏を見て最初に気がつくことはその目の異様さです。この像の所蔵先はトム・スウォープ・ギャラリーで、出所は確かです。で、その目をですね、皆さん注意してご覧になってください。異様に吊り上がっているということですね。そして眉毛がポコンポコンとカモメ目になっています。左が三星堆遺跡の発掘物です。目を見てください。吊り上がっていますね。そして大きいです。で、ある方の評論によればですね、目が飛び出しているとありました。で、比較してみるとですね、目が同じように吊り上がっているのがわかります。角度もほぼ同じではないでしょうか。がしかしこれはどう見ても人間の目ではありません。少なくとも人間の目ではないということです。こうした像がですね、中国の三星堆、そしてガンダーラでも、ガンダーラ仏でも表現されているということです。で、一応右の方はブッダ像ということになっています。つやがった眉毛、まっすぐな鼻筋ですね。そしてつやがった目ということになります。そして右の方は目を閉じていますけども、目を開ければ左と同じになるのではないでしょうか。目の輪郭といいますか、まぶたの輪郭に注意してみてください。
で、ニコ・ジェラルディさんは、右はですね、デバ像ではないかと、そのように教えてくださいました。となると、左の三星体のこの神もですね、デバ像に、あるいはデーバ像になるということになるのではないでしょうか。少なくとも比較するまでもなくですね、人間の目ではないということです。まあ、ここに今紹介しているのはですね、まあ、やや釣り上がった目ということで紹介されている目です。で、その目と比べてもですね、違うということですけども、同じような目がアステカでも、そしてインカでも見つかっています。左から2番目のブッダ像なるものについては分かりませんが、他の像は目の色、形が酷似しています。ここまで酷似していると、偶然の一致とは言えないのではないでしょうか。ともかくも、この像の目をご覧ください。目尻に行くに従って、目尻がですね、異様に細く上の方に吊り上がっているのがわかります。そして目の中には眼球らしきものも表現されています。つまり、ここに表現されているのは本当にブッダなのか、あるいはストダーナ・ガウタマなのか、あるいはニコ・ジェラルディさんがおっしゃるようにインドのデーヴァなのか、その判断は今はこの段階ではペンディングにしておきます。で、続いてその関連動画を皆さんにご覧いただきます。 Bye for now。 According to one of the original Buddhist scripture or sutra, Lakana Sutta, Buddha had 32 physical characteristics in appearance, in which it has been pointed out that Buddha had blue eyes with blue hair. パーリー仏教経典の一つである三十二相経によれば、ブッダは青い目と青い髪を持っていたと言われています。つまりブッダは少なくともアジア人ではなかったということになります。さらに言えば少なくともブッダは人間ではなかったということになります。またさらに言えばブッダは父親のストダナガウタマと人間の母親のマヤとの間でペルセポリスで生まれた2分の1ハイブリッドであったことがさらにこうして裏付けられたということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。三十二相経。つまりですね、ブッダの表面的、つまり身体的な特徴をですね、三十二箇条の経上にまとめたのが三十二相経ということになります。で、私はですね、最初、その三十二相経を読んだときにですね、その書き方がですね、東洋医学のバイブルと言われている皇帝大家祖門霊数の書き方に似ているところからですね、これは中国でできた経典かなと思ったんですけども、パーリ語で書かれた原始仏教典の一つであることが分かりました。で、順にその32の特徴について考えてみたいと思います。で、まず、ブッダの足はですね、まあ、ペラペラの扁平足であったということなんですね。で、そのペラペラの足で思い出したのが、アッシリアに残っているまあ、神のレリーフです。で、この神もですね、足がペラペラなんですね。で、この神は歩行補助装置をつけています。で、向かって右の黄色い部分が足で、で、左の方の赤い部分が歩行補助装置ということになります。間が透けて向こうの衣服が見えています。まあ、ブッダもひょっとしたらそういったものを身につけていた可能性があるわけですね。で、やはり、まあ、足のことなんですけども、足の裏にはこうした印、サインがまあ、あったということです。
神としてのサインということになります。で、3番目。で、手足が長くて、まあ、スレンダーであったということです。で、その指で思い出したのが岩窟の聖母です。この中に描かれている中央のマリアと言われている女性はですね、大変長くて、まあ、スレンダーな指を持っています。そしてその指がですね、イエスの皮膚の下に、神秘の下に潜り込んでいます。まあ、ブッダもそういった指を持っていたということになるのでしょうか。で、やはり、扁平足なんですけども、足のかかとが広く平らであったということですね。で、やはり先ほどのアシリアのレリーフを思い出しました。で、まあ平らって言いますか、まあ、アシリアの神はですね、このようなペラペラな足で細い足をしていたわけですね。ですから地上を歩くことはできませんでしたから、歩行補助装置を使っていたと林博士は判断しました。で、手足の間に水かきがあると。これは昔からと言いますか、常識的に私たちが聞かされてきた話なんですね。ブッダの手と足の指の間には水かきがあったということです。そうした水かきが表現された像もあちこちにあります。で、それで思い出したのがイエスの洗礼です。ベロキオとダビンチが書いたとされる、まあ、イエスの洗礼ですけども、この向かって右側のヨハネの手がですね、まあ、隠し絵という手法で私は水かきが描かれていると判断しています。はっきりわかりませんけどもね。で、ヨハネの手にも水かきがあったということになるわけです。で、6番目。手足が柔らかで、そして真っ赤であったということです。まあ、ふくよかであったということなんでしょうか。そして手が赤かったと。真紅と書いてありますね。まあ、そういった手を持っていたということです。それから7番目。やはり、扁平足ではあるんですけども、足の甲がですね、神の背のように厚く盛り上がっていたと。まあ、これがさっきのアシリアの神々の足とはちょっと違うところですね。ペラペラというよりも、ここが盛り上がってたというふうに、今、ここに書いてあります。で、7番目に、今度8番目です。で、8番目は、足のふくらはぎがですね、丸く、まあ、なってたと。で、これはですね、ひょっとしたらですよ、歩行補助装置を見誤ったんではないのかな、というふうにも考えられます。まあ、それはわかりませんけども、まあ、足裏ではこのようなものがありますからね。で、ブッダは2分の1ハイブリッドですからね、その動画をこの後につなげておきます。で、直立した時にですね、手がですね、腕が長くてですね、膝まで届いたっていうんですね。で、これがまあ、ブッダの平均的って言いますか、標準的な、姿勢ではなかったかと思います。確かに手が膝まで届くほど長いのがこれでもわかりますね。そしてそれで思い出したのが、八の日で発掘されました合掌道具ですけども、この合掌道具の手も大変長いですね。私は関節が一本多いんじゃないかというふうに判断しています。便下で見つかった同じような像も、やはり手が長いです。で、10番目がですね、これがですね、高綾さん、8183からいただいた情報なんですけども、どうもそのブッダはですね、まあ、弾痕の部分がですね、体の中に入り込んでいたんではないかということなんですね。で、まあ、それはそれ以上のことはわかりませんけどもね、まあ、32総経によればそういうことになるわけです。で、それで、まあ、ちょっと比較してみたんですけど、右の方がですね、ギリシャ彫刻の一つなんです。これは弾痕が折れたというふうに考えていたんですけども、ひょっとしたら潜り込んでるのかもしれませんね。となりますと32層橋の記述と一致するわけです。まあ、はっきりわかりません。で、11番目ですけども、いわゆるまあ、ここなんですね、重要なことはですね、右がダヴィンチの描いた絵なんですけども、これ見て驚きましたですね。まあ、ここにどう描いてありますかって言いますとですね、手を広げた幅とですね、そして身長の高さが一致するということなんですね。ダヴィンチの描いたこの絵もですね、私似てるなというか、調べてみたんですね。そうしましたらですね、正確にですね、身長と手の幅の長さが一致しました。今はそれを皆さんにご覧いただいてますけども、測っててますか、こう並べてみたらわかるわけです。すなわち、手の幅と、それから身長が一致したということになりますと、この32層橋の記述とぴたりと一致したわけです。ビンゴですね。それから次、12番目ですけども、毛の先端が上になびいていると。そして、右に巻いて、しかも青い色をしていたということなんですね。で、この、まあ、経典のその記述がですね、文章となるわけですね。文章と言いますかね。で、今まで調べてきました。これ右の方は実はですね、ブッダではなくて、いわゆる大日如来、菩薩なんですね。ですから、ミトラの方なんですけども、皆、まあ、青い髪をしていたということです。神々、ひょっとしたら青い髪をしていたかもしれませんね。そして、
髪の毛はですね、良い匂いを放っていたと。毛からは放ってたんですけども、この絵の中に、まあこれ右の方はですね、システィーナ礼拝堂のミケランジェロが描いたと言われている絵なんですけども、この人もですね、髪の毛が青いんですね。ですから、本当に青いのかもしれませんね。ということで、まあ、どうなんでしょうか。神々の、もし青いとなったらもう人間ではありませんからね。で、ブッダの体は、まあ、黄金色に輝いていたって言うんですけども、それがですね、いわゆるまあ、南伝仏教の方ではですね、まあこうして金色に、まあ、色付けされたブッダが表現される一つの理由になったんじゃないかと、林博士は考えています。まあそうした言い伝えがありまして、確かにブッダが入った時に、ブッダの体は黄金色に輝いていたということが言われています。それから、まあこの降臨ですね。いわゆるまあ、こう入ってみますけどもね、後ろにこう、出てます。で、これは中央はですね、釈迦三尊像ですけども、法隆寺になります。釈迦三尊像ですけども、こうした後輩もあるわけです。それがですね、アメリカのフラットウッドで現れました、フラットウッドモンスターと言われている、まあ、エイリアンですね、の後ろといいますか、後輩とよく似ていると、まあ、考えています。スペード型のね、後輩ということになります。で、まあ、ブッダの皮膚は滑らかで、まあ、汚れていなかったということになります。で、まあ、そういうふうに言い伝えられているということになるわけですね。で、17番目ですけども、まあ、肉のつき方がふくよかであったということになるわけですね。美しく清潔で、そしてプランプであったと。まあ、この訳は私がつけたんですけども、まあ、要するに、ふくよかであったということなんですね。で、一方、苦行中のブッダだけはガリガリですよね。あれは、ブッダではなくて、父親の、スタダナゴータマであると、林博士は判断しています。で、まあ、要するに、仏教は父親のスタダナマゴータマが作り、息子のセダルタゴータマ、すなわち、シッダルタゴータマが広めたというふうに、林博士は考えています。by 林博士説です。で、脇の下にね、肉がなくて、くぼみがなかったというふうに書いてあります。これどういうことかよくわかりませんけどね。これ中央がガリガリの、いわゆる苦行中のブッダですけど、これはスダナゴータマということになります。お父さんです。ペルセポリスの2番目の満義ということになります。ミトラの誕生の時に駆けつけています。で、両側が、これ息子のセダルタゴータマ、すなわち、シダルタゴータマ、すなわち、私たちがブッダと呼んでいる方です。で、上半身に威厳があり、まあ、獅子王のようであったと。まあ、威厳があったということですね。まあ、実際ブッダが入ったとき、民衆は、ブッダの姿に圧倒されたというふうな、まあ、説話も残っています。まあ、このように、ね、体中が輝いていたということです。20番目ですけども、体がですね、大変、まあ、ハンサムであったということです。で、まあ、実際、まあ、そのように仏像が彫られることが多いわけです。で、両肩の層が丸いということは、私はこれね、撫で型、スローピングショルダーだというふうに考えています。で、まあ、中世以降ですね、まあ、こうした絵が描かれているんですけども、こうした、まあ、普通でない、よって言うと失礼ですけどね、普通でない撫で型の人が描かれることが多いわけですね。モナリザの肩も、異様な撫で型ですし、向かって右側のワシントンの肩も、まあ、異様な撫で型であったことがよく知られています。まあ、ブッダもそのような方をしていたっていうことも考えられるわけですね。それからこの歯の問題なんですね。で、ブッダは40本歯があったっていうんですよね。で、右はですね、ウルで発掘された上プアビの、まあ、遺骨骨なんですけども、これ親知らずも入れてますから32本で、人間の数とは、プアビについては同じなんですね。で、上プアビというのはですね、まあ、人並み外れだと言いますか、容積比にしてですね、体積比にして 2.7 倍の頭蓋骨を持っていたと、林博士は計算しました。で、まあ、美しい歯を持っていたか、というふうにも考えられるわけですね。まあ、人間ではなかったことはもう、ゼカデシッチンも考えていたようです。で、これはみんなですね、上プアビの骨です。で、32本で、まあ、ブタは40本もありましたので、ね、プラス4本の牙があったというふうに、まあ、二層鏡の方には書かれています。まあ、少なくとも歯の数が違うということは、まあ、遺伝子学的に考えても人間ではなかったということになるのではないでしょうか。そして、まあ、まあ、この方がですね、膨らんでいて、やはり獅子王のようであったというふうに、まあ、書かれています。まあ、立派であったというふうに、まあ、威厳があって立派だったということですよね。
それからまあ、どんなものを食べても美味しく食べていたようだ、食べることができたというふうに、まあ、ここには書かれています。まあ、これ身体的な特徴というよりもですね、まあ、印象ということになるんじゃないでしょうか。それから、言葉ですね、はい。ごめんなさい。舌がですね、長かったってことですね。舌がですね、髪に届くほど長かったって言いますから、この舌が長いっていうのはですね、世界の神々のあちこちに、時々見られる、まあ、様子ですね。これ、右の方は、アステカのカレンダーですけども、まあ、舌が長いと、まあ、髪の毛に届くほど長いかどうかわかりませんけども、長かったことはわかります。それから声が、まあ、美しくて遠くまで届いたというふうに、ここに書かれています。これは私の書いた本ですけども、まあ、声っていうのは大変重要なポイントですね。健康な人はやはり健康な良い声をしていると。そうでない人はそうでない声をしているというふうに、まあ、東洋医学の方ではそのように説いています。そして、目はここなんですね。目が青かったと。ロータスのように青かったというふうに、まあ、ここに書いてあります。これが一つの決め手になりますね。嘘で書けるような話じゃありませんからね。目が青かったということになりますと、少なくとも豚はアジア人ではなかったということになるのではないでしょうか。で、これ下、青っていうのはグリーンですけどもね。グリーン、まあ、色とか、匂いなんかは、まあ、もちろん残ってませんけども、音っていうのはですね、いわゆるまあ、物とは違って残らないんですね。ですけど、まあ、色っていうのは、こういう少し少ないですけども、こういう形で現在残っています。で、向かって一番右のですね、ネパールに残る、これは弥勒菩薩像ですけども、左のところにほくろがありますから、これブッダになりますね。そうしますと、目が青いということで、こうして一致していくわけです。すなわち、ブッダの目は青かったということが、こうして裏付けられていくわけです。経典と、それから文書による証拠とですね、それから実際の、まあ、像との符号性が、ここでできているわけですね。この眉毛なんですけどもね、まあ、眉毛が、まあ、牛王の牛のようであったって、まあ、立派な長いまつげをしてたってことなんでしょうかね。まつげです。で、眉間の間にですね、まあ、隆起して、頭のてっぺんがですね、隆起して、まあ、なってますから、独特な頭をしてたんですけど、それが私はですね、こうして団子で表現されてるんじゃないのかなと思いますけどね。それから、眉間の間に、耳巻きの白毛があって、白い毛があってですね、で、光明を放っていたと。で、伸びると、まあ、一条五尺もあったってんですけどもね。しかし、はい。どうなんでしょうか。まあ、そういった特徴もあったというふうに書いてあるわけです。で、結論を言いますとね、重要なポイントは二つなんですね。一つは目が青かったということと、で、もう一つは髪の毛が青かったということなんですね。で、目が青いということになりますと、まあ、アジア人ということは考えられないわけですね。目が青かったということなんですね。まあ、アジア系の人の中にはたまにですね、青い目の人が生まれることもありますが、で、下にですね、先ほど言いましたように緑の目を集めていましたけども、緑の目とまた区別して考える必要があると、林博士は判断しています。で、一番右がですね、ネパールに残る、ブッダですね。額にやっぱりほくろがありますからね。このブッダの目も、青いです。で、目の両側がですね、赤いところもちょっと注意してくださいね。これは馬甲窟の、まあ、弥勒菩薩像と一致するところです。そしてもう一つ重要なところは髪の毛がやっぱり青かったってことですね。で、髪の毛が青いとなりますと、これはもう人間ではないというふうに判断して良いのではないでしょうか。はい。で、これはみんな菩薩像なんですけどもね、やはり髪の毛がですね、まあ、美しいコバルトブルーの青で表現されることが多いですね。で、右下はこれは高野山の金剛無事の大日如来像ですけども、やはり髪の毛がコバルトブルーに表現されています。こういう点からですね、まあ重要な点はですね、ブッダは青い目を持っていて、そしてコバルトブルーの美しい、まあなんて言いますか、髪の毛を持っていたということになります。で、もう一度ここを見ていただきたいんですけども、髪の毛が美しい、色をしていたということですね。はい。そして、まあ、それと同じものがですね、システィーナ礼拝堂の天井画に描かれていると。で、まあ、こういう形でですね、この人は人間ではないということを表現したんだろうと思いますけどもね。髪の毛がやはり青く打ってますか。見る方はですね、髪の毛かなっていうふうに、まあ、少し迷ったんですけども、まあ、だんだんあちこちから一致していきましたので、私はやはりこれ髪の毛は青かったというふうに判断しています。まあ、神々の一つの特徴ということになるわけです。まあ、続いてですね、ブッダ、すなわち、セッタルタ・ゴータマと、それからお父さんのスタダナ・ゴータマの謎についての動画をつなげて、ご覧いただき、もしよろしかったらご覧ください。それでは皆さん、バイ、フォーネア。
What is common sense for human beings? If I say here that the earth is flat, you may say it's ridiculous. But if I say that the earth is round to the people of 1,000 years ago, they may also say it's ridiculous.Because it is our and their common sense. Then common sense is a shared knowledge as well as a shared ignorance of a collective. That is why Albert Einstein writes that common sense is a collection of prejudices acquired by age 18. Or common sense is what tells us the earth is flat, as Stuart Chase writes in his bookLanguage in Thought and Action. Here in this video, I sincerely would like to ask you if you are really convinced that Buddha was a man or a male. Before you say it's ridiculous, please give me 20 minutes to share. After 20 minutes, you may feel something changing very rapidly in your mind and heart.人間にとって常識とは何でしょうか？もし今私がここで地球は平らだと言ったら、あなたは馬鹿げていると言うでしょう。がもし私が今千年前の人たちに地球は丸いと言ったらどうでしょうか？その人たちもまた馬鹿げていると言うでしょう。それが私たちの、そして彼らの常識だからです。つまり常識というのは大衆が持っている無知、あるいは知識によって作られるものだということです。だから、あのアルバート・アインシュタインはこう書いたのです。常識などというものは、その人が18歳の時までに持った偏見の塊である、と。あるいは、スチュワート・チェイスという言語学者が書いているように、常識などというものはね、地球が平らだというようなものだよ、ということになるのかもしれません。で、この動画の中で私は皆さんにこう問いかけてみます。あのブッダは本当に男、つまり男性であったのかと、馬鹿げているという前に20分だけ私に時間をくださいませんか？ 20 分後にあなたはあなたの心の中で一つの常識が崩れ去っていくのを感じるかもしれませんよ。広し林、浜祭り、ジャパン。では画面を見ながら説明します。この像はですね、現在東京国立博物館に展示されています、釈迦立像です。ガンダール仏ですけども、大変完成度の高い仏像ということになります。で、この仏像について今日は焦点を当てて考えてみたいと思うんですけども、この、釈迦立像がですね、本当に、男性なのかということなんですね。見た感じ、どこか子供っぽいと言いますか、どこか女性らしさを残している像だということになります。で、この像を手がかりにですね、ブッダは本当に男性、つまり男であったのかということなんです。で、ブッダのですね、外見的、つまり身体的な特徴を表している、経典にですね、32層経というのがあります。パーリ語で書かれた、原始仏教典の一つということになります。で、その中に、いろんなブッダの特徴が書かれているんですけども、高綾8183という方からですね、こんな情報をいただいたわけです。ブッダはですね、日常的には、弾痕、ペニスをですね、体の中にしまっていたと。そういうことなんですね。ってな感じですね。で、調べてみました。で、32層経の中にそういったところがありました。で、その10番目にそれがあったわけですけどもね。で、私は皆さんに紹介しているのは、その32層経の1番から9番までの部分ですけども、ブッダのこうした特徴が、あるには、こうした特徴があると。そしてそうした特徴がですね、今まで私が調べてきたいろんな、その、なんて言いますか、事実と符合しているっていうことをこの中で紹介しました。11番目以降はですね、興味のある方は、この数日中に作りました動画の方をどうかご覧になってください。で、今、4番目ですけども、明日、いわゆるこの歩行補助装置をつけていったってことも、これ、林博士先生でも、その足がペラペラであったとか、扁平足であったとかってことは、こういうふうに、書いてあるわけです。手にはヒレがあったとか、そういうことが書いてあるわけですね。で、なぜその、高綾8183の情報がですね、大変私に大きな衝撃を与えたかというとですね、
ギリシャ彫刻の中にはですね、上半身って言いますか、全体がですね、女性の体で、体ではあるんだけども、まあ、男のペニスがですね、まあ、ついてるものがついてるっていうのが、まあ、何体、私が調べた範囲でも10体前後あるわけですね。で、その中でもですね、中にはですね、そのペニスの部分が、まあ、折れたような状態になっているのもいくつかあるわけです。で、私はそれは折れたというふうに判断していたわけです。なあ、その、まあ、出っ張ってますからね、まあ、折れる可能性があるわけですね、何かの衝撃でね。で、折れたんだというふうに判断していたんですけども、まあ、今回、高綾8183のからの情報によりますとですね、まあ、ブッダの話ですけどね、ブッダは自分のペニスを、まあ、日常的には自分の体の中にしまっていたと。まあ、そういうことが分かったわけです。となりますと、ギリシャ彫刻に話を戻しますと、その、まあ、ペニスのある女性像があるわけですけども、そうしたそのペニスの中でも折れたような状態になっているんだけども、それは折れたのではなくて、ひょっとしたら体の中にしまっているんじゃないかということになってきたわけです。で、調べ直してみましたら、このような状態なんですね。で、これは10番目ですけども、ペニス、まあ、ブッダはですね、日常的にはペニスの中にしまっていたと。で、これについてイタリアの研究家の方から連絡がありましてね、鞘に入れていたという表現の方がいいんじゃないかというふうに、まあ、意見をいただきました。で、これ見てみますとですね、折れたような状態じゃないんですね。で、ひょっとしたら、ブッダの三十二相教の中に表現されているようにですね、ペニスを、まあ、しまっていた。あるいは、イタリアの研究者の方が言うように、鞘の中にしまっていたではないかということになってきたわけです。で、まあ、ここで大きな軌道修正といいますかね、折れたのではなくて、下の方に溝がありますからね、これと同じのがまた後で紹介します。というのが分かってきたわけです。で、ここで出てくるのがミロのヴィーナスなんですね。どうして、まあ、釈迦流像とミロのヴィーナスかと言いますとですね、釈迦流像と、まあ、ミロのヴィーナスとはですね、髪の毛のパターンが全く同じなんです。で、この今、右の方が釈迦流像ですけども、これ横伸ばししています。ちょうど 120% 横伸ばししてみました。しますとですね、この形がミロのヴィーナスの形と一致するとは言いませんけれども、ほとんど同じであることを私は発見しました。まあ皆さんもご覧になっていただくとわかりますように、まあ特にこの口の形がよく似てるんですね。そしてその、まあ鼻の付け根の感じなんかそうですね。で、顎の下の表現。ただ右の方は影がありますからちょっと見にくいんですけども、まあ私は大変よく似てるというレベルを超えて、同じっていうところまでいかないけど、いきませんけども、まあそれに近い状態であると思います。目はね、左の方は、ヴィーナスの方は目を開いてます。右の方は、半か、目を半分閉じてますね。ですからそういった違いで、ちょっと違って見えるかもしれませんけども、まあ、なんて言いますか、部分的に、まあ、横伸ばし、縦伸ばしを作られたのが、右の方ではないかというふうに考えています。で、まあ、ガンダーブスと、このミロのヴィーナスの関係をまず皆さんにしていただきたいのはですね、いわゆる、まあ、なんて言いますか、ブッダのその三十二相教に書かれている、まあ、内容とですね、ギリシャ彫刻が繋がるということになりますと、ここで、ガンダーラブスと、まあ、ギリシャ彫刻が繋がるということにもなるわけです。特にこの口の部分なんかは、本当に同じと言ったらいいんでしょうかね。まあ、全く、まあ、一とは言いませんけど、同じというふうに私は判断しました。で、そのことはですね、私は以前もうこれが3年以上前なんですよ、これね。ガンダーラブス、創生からミロのヴィーナスの、まあ、釈迦流像ですね、特に髪の毛を見ていたときに同じであることに気がつきました。ただ、いわゆるまあ、ガンダーラブスの方はですね、やや交代した位置から髪の毛がスタートしているということです。で、ミロのヴィーナスの方は前の方の部分がですね、まあ、ガンダーラブスよりも長いということですね。ですから、額のがちょっと狭く感じますでしょ。その部分だけ、ちょっと精査の仕方が難しかったんですけども、こうして一本一本髪の毛をたどってみますと、数、位置、同じなんで、ただ、細い、太いのバリエーションを書いてありますけども、数、位置、曲がり方は同じだということが分かりました。で、ここが今日のポイントということになりますから、まあ、これ3年前に作った動画から、こうして拾い出してみました。ですから、まあ、それ以後ね、何度もいろんな角度から精査していますので、興味のある方はまた私の動画のそのあたりまで、まあ、遡って見ていただけたら嬉しいと思います。で、いくつの違いありますね。例えば耳のあるなしで、右の竜像の方は髪の毛が耳の裏側に回ってますし、左のミロのヴィーナスの方は髪の毛が上に出てますね。それからウェーブの描き方も5本あるんですけども、5本側面に、1つの側面にね、5本のウェーブがありますけども、このここですね、全く同じだということです。ただ団子の位置がですね、上と、それから団子、髪の毛の団子ね、竜像の方は上についてますけど、ヴィーナスの方は、後頭部についていると。まあそういった違いありますけども、ここでよく見ていただきたいと思いますけども、同じなんですね。同じものは同じということなんですね。で、こういった質問をですね、ある、まあ方に
博物館の方にぶつけましたらですね、まあ、当時は師匠というのがいて、そして弟子たちは同じように作ったんだっていうふうにまあ説明してくださいましたけども、ギリシャとガンダーラですよ。それから、まあ、真似しなくても良いような部分なんですね。そして共にですね、一本の髪の毛がですね、後頭部に向かうにつれて途中で分かれていくわけですね。そして分かれて、まあ、後頭部に行くわけですけども、その分かり方も一致していると。まあ、ちょっと分かりますかね。ちょっとここでは見にくいかもしれませんけども、5本のウェーブがかかっています。縦にね。それも同じだということです。そして、耳の、いわゆるまあ、いわゆるところですね。耳の近くの、髪の毛なんか見ていただきたいんですけども、全く同じように流れているということなんですね。で、これはもう偶然の人はもう言えませんね。言えないということはもう、ここまで真似る必要はないわけですからね。またその真似られるはずがないわけですね。一方はミロですからね。右の方はガンダーラ仏ですからね。で、こうして比較していきますと、ガンダーラ仏と、それからギリシャ彫刻っていうのは関係性がわかるわけです。で、一般的にはガンダーラ仏っていうのはギリシャ彫刻の影響を受けて作られた仏であるというふうに言われてますけども、これは影響を受けたというレベルをはるかに超えてるわけですね。で、まあこうして一本一本精査してみました。で、これらが同じように、まあ、彫られているということがわかりました。ということから、ガンダーラ仏と、いわゆるギリシャ彫刻の関係性は、今から3年ほど前に私は、把握してました。で、ここにはちょっと右の方は横の場したんですけどね。まあ、よく似てるっていうレベルを超えて、大変よく似てるってことです。ということになりますと、ここでですね、ガンダーラ仏のうち、ブッダの、まあ、なんて言いますか、32相経に書かれているようにですね、いわゆるブッダはですね、日常的には弾痕ペニスをですね、体の中にしまい込んでいたってことになってきますとですね、じゃあギリシャ彫刻はどうなのかってことになるわけです。そう見ますと、今皆さん見ていただいている、向かって左のこのミロのヴィーナスは、これは弾痕がついてるんですよ。そのミロのヴィーナスと同じ、いわゆる彫刻がですね、二つ見つかっています。特にその中の一つのね、ベルガムで見つかったその像はですね、ミロのヴィーナスと全く同じなんですね。ただ、ややポーズが違います。これはギリシャ彫刻の常なんですけども、ややまあポーズが違うと言いますか、わずかな時間差を置いてデータを取ったということになるわけですね。もちろん、3D コンピューティングで作られた、いわゆるスカレットテクノロジーで作られた、彫刻ということになります。で、まあ、ここで繰り返し、髪の毛を、照合しているのはですね、まあ、このカンダーラ仏と、いわゆるビロロビーナスのギリシャ彫刻とはですね、一致しているということを皆さんに分かっていただきたいからです。もっと分かりやすく言えばですね、髪の毛というのはですね、いわゆる3D コンピューティングテクノロジーでも作りにくいんですね。ですから、まあ、細いですからね。ですから、後からデータをくっつけるんですけども、そのデータの使い回しをガンダーラと、そして、ギリシャで行っていたということになります。そして、先ほどちょっと照合しましたように、顔も大変よく似ているということなんですね。その間を見てくれたのが32相経と、そして、ギリシャ彫刻の中で、体は女性なんだけども、いわゆるペニスがついている、像があるということなんですね。それが、繋いでくれたということになります。しかもその、ペニスについたそのギリシャ彫刻はですね、折れたのではなくて、これが、ベルガムで見つかった、像ですけどもね。で、右の方を見ていただくとわかりますように、こうして、体は女性なんだけども、あれがついているという像がいくつかあるわけです。そして、左の二つなんかはこれ、折れたような状態になっていますね。そして、この、私たちがミロのヴィーナスと言われている、言ってる、像なんですけども、この像とベルガベム使ったその像が一致するということなんです。ただ、ほんのわずかだけ動きがあります。で、こうした像も現に残ってるわけですね。こうした像があるもんですから、私は折れたんだというふうに判断しましたけども、向かって左の二つはですね、折れたんではなくて、どうも中に引っ込んでるのを表現してやるというふうになったわけです。で、こうしたとこ、みんな腰巻きをね、巻いてるところは似てるとか、いろいろ類似点もあるわけですけどもね。で、ミロのヴィーナスはこれは、一応女性ということで今までずっとそういった常識がですね、私たちを支配していましたけど、これはもう女性ではない。特にこの左のベルガマで見つかった像と、それから右のミロのヴィーナスを比べていただくと分かりますように、微妙なラインと言いますかね、腰のラインまで同じだということです。で、体についている傷まで同じだということですね。で、繰り返しになりますけども、ややポーズが違うのは、データを取るときにですね、わずかな時間差があったからだというふうに林修士は判断しました。そのように判断してね、ギリシャ彫刻は、コンピューターで作られた、いわゆる立体彫刻であるというふうに判断したわけです。立体彫刻と言いますかね、神々の歴史をですね、彫刻という形で表現した立体、歴史書であると、林浩司は判断したわけです。こうして部分的に見ていきますと、違いを探すことがまずできませんね。
まあ皆さん自身で確認してください。そしてこの腰のボディラインですね。これがですね、まあこちらから見ても同じだということですね。そしてベルガマのその像の方にはついてるものはついてるんだけど、私これね折れたんだというふうにまあ先入観で考えたんですけども、これ折れてないんですね。先ほどお見せしました像と後で比べてみますけども、まあ全く同じ形をしているわけです。で、腰巻きは右の方は下がってて、左の方は腰巻きが上がってるわけですね。まあ、ですからまあ女性だと思い込んでたわけですけども、左のミノルヴィーナスはこれはまあ、いわゆるものになってますが、女性ではないと。ヴィーナスではないと。アフロティティではないということですね。で、アフロティティとヘルメスの息子のハーマフロティティということになったんですけども、そうなりますと、いわゆるそのペニスについた像があまりにも多すぎるわけですね。となりますと、みんなハーマフロティティ使ってくなりますと、そうもそうもたくさんね、ハーマフロティティを作るわけがないわけですから、まあそうではなくて、ギリシャ彫刻の、まあ、女性像はですね、みんなこうしたものをついていたというふうに林氏は判断しました。ただ、ローマンコピーの方はですね、みんなローマでコピーされる段階で削り取られたと、やはり林氏は判断しました。まあ、all by 林氏ということになります。で、こうして比べてみますと、左のミロのヴィーナスと、それからベルガマの像とはですね、同じ、すなわち、この弾痕がついていたということになりますね。そして、一番右のですね、シャカリュー像へと話が進んでいくわけです。で、どうしてシャカリュー像かと言いますと、その間が埋まらなかったんですけども、それを埋めてくれたのが、32層橋ということになります。で、32層橋の方にはですね、ブッダはペニスをしまい込んでいたというふうに書いてあるわけですね。で、中央の像を調べてみますと、まあ、これ折れたというよりも、中に引っ込んでいる様子がこれで分かっていただけると思います。折れたなら折れたような様子になっているんですけど、そうした様子は見られないんですね。で、この、まあ、ペニスとですね、先ほどお見せしました、右の像のペニスと比較してみますと、これはよく似ているというレベルを超えて同じなんですね。注意深くご覧くださいね、皆さん。はい。その、まあ、なんて言いますか、溝のようなものがありますね、下にね。そして、折れ方も、折れ方じゃ折れてないんですけどもね、これはペニスを引っ込んでいるところを表現したものでいうのではないかということになってきたわけです。となりますと、いわゆるまあ、ブッダのペニスはですね、体の中に引っ込んでいたということが、ギリシャ彫刻の方で、証明されたということになります。そして、ギリシャ彫刻とガンダーラプスの関係は、ミロのヴィーナスとシャカリュー像の関係を調べ、先ほど今紹介しましたよね。髪の毛なんかを見ていただくと、それがわかるということになります。そして、この32層橋というのは、パーリ語で書かれた原始経典の一つということになりますからね、出典は明らかで。明らかってますかね。後に、まあ、例えば中国なんかで捏造された経典ではないということですね。で、まあ、ギリシャ彫刻の方では、ね、男性、体が男性の像もあるわけですね。で、そういった男性はですね、こうした、ま、使い物にならないような子供の、つまり、幼児のそれを持ってるわけです。で、女性像の方はですね、また一方こうしたものを持ってる。すなわち、ギリシャ彫刻ではですね、男、女というふうに分けていましたけれども、男、女と分けるんじゃなくて、みんな両性具有でですね、男っぽい体の人は、幼児のようなチンチンを持っているし、チンチンなんて言ってしまいましたね。で、まあ、要するに、女性っぽい体の人は、まあ、チンチンを体の中に引っ込めているというふうになってきたわけです。で、こういう流れと、そして先ほども繰り返しになりますけど、32層橋に書かれているようにですね、ブッダのチンチンはですね、体の中に引っ込んでいたってことで繋げ合わせますと、どうも、その、なんて言いますか、ギリシャ彫刻で表現されている彫刻と、セクラカンダーラで表現されている、まあ、ブッダで表現されている彫刻の間に、こうして、まあ、相関性と言いますか、連続性と言いますか、繋げができたって、できてきたということになります。高彩さん、88さん、どうもありがとうございました。これでですね、まあ、物的証拠と言いますか、文書として、このガンダーラ仏と、それからギリシャ彫刻が繋がっていたということですね。言い換えますと、一番右のこのシャカリュー像に関して言えばですね、どうもこの人は男ではないということになります。まあ、だからといってね、ブッダが女性ということ、子供では言い切れませんけども、その可能性は大変出てきたということですね。まあ、いわゆるこれらの彫刻がですね、まあ、私たちが神々と呼ぶエイリアンによって作られたという、ことですからね。ですからそういった視点で見ますと、まあ、そういった意味を持たす、意味のある彫刻を作ったということになるのではないでしょうか。すなわち、まあ、エイリアンはですね、こういう形で、ブッダというのは女性だったんだよということを私たちに示しているということですね。そういった視点で、もう一度この釈迦流像を見ていただくとわかりますように、まあ、これは男性の体とはちょっと言い難いんですね。非常に丸みを帯びた、まあ、いわゆるまあ、可愛い少女のような体をしているということになります。まあ、ということで、まあ今日はですね、ブッダは本当に男であったかということを皆さんにお伝えしたくて、この動画を作りました。皆さん、常識ほど当てにならぬものはないということですね。それは冒頭に申し上げた通りです。それでは皆さん、Bye for now!